この番組はフォークと安田にわがお送りするすべてがゆるいトークバラエティーです。ポークポーク。フォーク、フォーク、よう、どうしたんだよ。軽いな。あのね、悩み事があるんです。そうなんだ。うん、聞いてくれる？いいよ。結構ね、うん、とりあえず落ち着けよこの豚。わかった。あのね、ちっちゃい時からの悩みなんですよ。あ、うん、深刻だね。でしょ、あのさ、ペヤングソース焼きそばあるでしょ。あるね。あれでね、うん、どうしてもね、うまく湯切りができないの。そうなんだ。うん。あとね、うん、火薬あるでしょ。うん、あれね、なんかいつも食べるとケースの周りにくっついちゃって、うん、あの麺と一緒に食べたいのに最終的に火薬だけひたすら食べるっていう構造になるわけね。なるね。どうしたらいいと思う？いつもそこに水が残ってるの、湯切りは。え、結構本当に真剣に悩んでんの。よく湯切ればいいんじゃない。そうね。すごい、よく湯切ってね、逆さまにしてたりとかさ、もう振りまくって完璧だろうっていうぐらいまで湯切りをして、してそれで、それでいざソースを混ぜるとそこで水たまりがあるわけですよ。はい。どうしたらいいと思う？よく湯切ればいいんじゃないですか。さらによく湯切ればいいんじゃないですか。え、じゃあ火薬は？火薬、火薬、火薬ですか、うん、よく混ぜればいいんじゃないですか。混ぜてるんだよ。混ぜて食べて結局そうなるのは。え、ポークはちゃんと食べれます？ペヤング、ペヤング食べれますよ、その手で。あー、なるほど。ケースごと、ケースごと。なるほど。嘘だよ。いや、本当に悩んでるんですけど。じゃあ、じゃあ本当の解決方法を提示するよ。お願いします。ペヤングを開けるじゃない、うん、お湯を注ぐじゃない、火薬を入れるじゃない、うん、3分経つじゃない、うん、そしたらザルに焼けちゃえばいいんだよ、ザバって。で、よく湯切りをして戻せばいいじゃん。ほんとだ。ザルがちょっとキャベツとかつくけど、それはちょっと箸とかで取って、うん、よく混ぜればいいでしょ。ほんとだ。あ、そうだね。終わった？終わった！あ、ほんとだ！あ、ほんとだ！そっか、ザルか！わかった！ありがとう、ポーク。はーい。やったねー。よかったー。今日も解決だー。解決だー。ユモリを打ち合わせたじゃん。どうしたの？俺が、こうやって登場するのに合わせて、うん、はい、ガンダムのオープニングテーマ歌ってくれるって言ったじゃん。ごめん。もう一回やる？もう一回やる？もう一回やる？じゃあオープニング歌ってね。はい。うん。いくよ。はい、3、2、1。燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ、ガンダム。チャララララ。はい、ありがとうございます。どういたしまして。君を走れね。え、そこまで知ってるんだ。そうそうそう、燃え上がれまでは知ってる。燃え上がれまでね。うん、知ってる。そっか、ニヤニヤ。ガンダム見た？見た、見た。完璧、完璧に見た。完璧見た。もう最高だった。素晴らしい作品だね。ガンダム面白いよね。面白かった。じゃあね、ニヤニヤ本編見たってことで。はい、見ました。今日もね、はい、ちょっとポークが忘れちゃったところ、うん、ガンダムの巡り合い空で、ポークが忘れちゃったところを、ちょっと集めてきたんで、はいはいはい、ニヤニヤに今日教えてもらおうと思って。おー、いいですよ。早速ね。いいですよ。知識を発揮してもらおうと思うんだけど、大丈夫かな？大丈夫。それでは早速。はい。最初。じゃん。これね。おー、はい。ララーっていうね。はい。アムロにとってもシャアにとっても、うん、ね、運命の人が乗ってるんだけど、はい、これね、なんていう機体だったかな、これ乗ってる機体。機体？確か、ブランドの名前だったと思うんだけど、なんて名前だったかな、これ。ブランドの名前なの、これ。
このモビルアーマー。あ、そうなんだ、うん、へえ。じゃねえでしょ。あじゃあそうだよね。そうだよ。そう、あの名前ね。そうそうそう。なんだっけな、バーキンとかじゃないかね。うん、シャネルね、モビルアーマー、ニュータイプの専用のモビルアーマー、シャネルね。シャネルね。あの、シャネル輪っかのビーム出るんだよね。そう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 、エルメスだよ。シャネル、シャネル。いや、私の作品でシャネルって紹介されたどこで書いたのそれ。うん、ちょっとそれはまあ言えないよね。バイト先のツタヤ。え、バイト先のツタヤ。そう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 、エルメスね。え、うん、見たよね。見た見た。じゃあ次ね、うん、はい、あ、バワク最終決戦で、うん、の一コマですね、これ、うん、これ、これ撃たれてるのは、銃撃たれてんじゃん、は、うん、ギレンザビって言って、はい、ジオンの総帥だったよね。そうだったね。一番ベイじゃねえよ。で、撃ってるのは、うん、シリアザビ、同じくジオンの最高幹部だけど、うん、ね、ギレンの妹なの、この人。あ、女なの。女なの。そうなの。はあ、ね、うん、これ、だから妹が兄を殺してるんだよね。まあ、しかもこれが戦争の最後の幕引きのきっかけになったのね。はいはい。これなんで撃たれちゃったんだっけ。え、なんで撃たれたか。うん、もうちょい見たよね。見た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 。あの、多分ね、多分じゃねえや。多分じゃないでしょ。そうね、多分じゃない。ちゃんと理由があって言ったでしょ。あ、そうそう、あの、あのね、あれよ、あのシュークリームをシュークリームを、シュークリームを勝手に食べたんだよ、冷蔵庫にあったやつ。それが戦争のきっかけでしょ。シュークリームを食べただけで、そう、自分で頭ズカンで頭骨打ち抜かれて、そう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 、買ってこいよお前っつって買っていけんってじゃねえかよ。だってそう、私の見たガンダムそうだったの。ガンダムがそうだったの。じゃあじゃあ、あのアムロがシュークリーム買ってきて、ビアのパムロ買ってきて、これ食べてくださいって終わったの。そう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 。すいませんでしたっつって。じゃあギレンザム死に損じゃねえかよこれ完全に。いや、いいんじゃない、召されたから、うん、ね、ギレンザビがお父さんを殺しちゃったからですよ、うん、戦争のために。へー、シュークリームなんかで戦争が始まってたまるか。はい、じゃあ次。はい、ね、もうこれガンダムを語る上では絶対に外せない、これ巡り合い空のパッケージもあってましたね。いや、有名ですね、ガンダムが最後に行ったこのアクション。はい、はい、もうもちろんファンの間では何、うん、て呼ばれてるか知ってるよね。え、なんて、うん、知ってるよ、俺のね、俺の呼び方、最後の一撃ガンダムの呼び方。うん、ザ・ニオダチ。ザ・ニオダチ。多分いや漢字なんでしょ。そう、ザ・ニオダチ。あのザも漢字で、あのこの素晴らしい、このあれ何、その足の開き方がね、うん、こうまれに見る美しさだったんだよ。ラストシューティングだから。なんだよザ・ニオダチって。いや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 、素晴らしい、うん、ね、面白かったよね、ガンダム。面白かった。本当に見たの。見た見たよね。シュークリーム大戦争、見た見た。アンパンマンのタイトルじゃねえかよそれ。見たよ。アンパンマンのシュークリーム大戦争とかじゃないの。そんなのあんの、アンパンマン。ないけど。私の中ではガンダムだよ。そう、涙でタオルをこう目を拭きながらね。まあそんだけ感動したんだったらマスターフロールにも目を凝らしたよね。もちろん。じゃあ最後の問題、ガンダムの監督、この人誰だっけ。近所の田中さん。誰だよ。近所の田中さん、ちなみに何やってる人なの。鬼頭氏。ごめん、もうどう突っ込んでいいか分かんない。ここまで来ると、誰。富野義行監督でしょ。あ、ああ近所の鬼頭氏の田中さんじゃないから。今度連れてきてるの、鬼頭氏の田中さん。じゃあ鬼頭氏もよ、うん、え、鬼頭氏も、鬼頭氏に来てもらおう、ここに。オッケーオッケー。うん、あの探してみるね、田中さん。絶対絶対連れてこいよ。最近ちょっと行方不明。じゃあ来週鬼頭氏の田中さん、今後期待。イエス。ね、じゃあまたクイズやるから。はい、次何やりたい、何見たい、ニヤニヤ。
と、ガンダム。ガンダム見たい。何見たい？次、ゼータガンダム見ちゃう？おーいえ。ゼータガンダム見ちゃう。じゃあ、ゼータガンダムの感想を来週も聞かせてもらおうか。おーいえ。いいね。Yeah. じゃあ、来週、ゼータガンダム。はい。はい。ポクポク。お便りが届いてるようにやりまーイエーイありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ドリアンヌさんからお便り届いてます。おはようございます。豚肉さん、やっすおはようございますおはようございますおはようございます今年、はい、初めて夏バテというものを実感しましたイエーイ夏バテイエーイ動くのが辛くて料理をする意欲も食欲も湧きませんイエーイそういえば、そっちの世界の食事とかどうしてるんですか？あと、ポークさんのおすすめの豚料理を教えてくださいイエーイ豚料理イエーイで、何おすすめ？豚料理でしょ？豚料理豚料理は何だろう？しゃぶ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 豚しゃぶ豚しゃぶあったかいのあったかい熱い鍋で熱いところでこうチルルンってチルルって食べるですイエイ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 ポークはえ豚なんだからあるでしょ料理ねおすすめのおすすめはね、うん、最近食べたね、うん、餃子の王将のホルモン味噌炒め美味しかったなんだそれ安かった美味しいんだよもう一回言ってホルモン味噌炒めホルモン味噌炒めうんそれ豚なの豚ホルモン多分へー王将行ったこと王将まだ1回しか2回ぐらいしか行ったことない増えたね今王将まだ2回ぐらいしか行ったことないので分かりません何食べたの王将行った時ラーメンラーメン餃子以上2回目はラーメン餃子以上同じかよなんで何を王将が餃子有名なのは知ってるけど、ね、何を食べたらいいのか分かんないし私ラーメン屋さん行くとラーメンぐらい醤油ラーメンばっか食べちゃう人なのでコンスタントっていうかまあ定番にのっとってラーメンをいやいや分かってないよはあ君は餃子の王将について何一つ分かっちゃいないすいません長くなるから来週でもいいかないいよえあ、聞きたい。聞きたい。じゃあ3分の1ぐらい。3分の1ね。うん。で、餃子の王将だから、うん、餃子が美味しいのは当たり前じゃないですか。はい。だけど、もっと重要なことがあるんですよ。何ですか？炒め物が美味しいこと。へぇー、野菜炒めとか？そう、炒め物も、鍋をその、チャーハン、野菜炒め、はい、もう、天津飯でも何でもいいです。はい、鍋を使うものっていうのは、はい、餃子の王将で鍋振ってる人の実力にそのまま、比例するから。へぇ。そうそう。同じチャーハンでも、うん、ね、北田店で食べるチャーハンと、うん、ね、柏松ヶ崎店で食べるチャーハンは、全然違うんですよ。なんかこ、ポークそこよく行くの？あー、秘密ね。うん、1年ぐらい前さ、わらびにさ、王将が新しくできたんだけど、はい、駅前にあります。そこのチャーハンは、まだ鍋振る人が若かったのか、あんまり美味しくなかった。え、私そこしか行ったことないです、王将は。でも、はい、ね、松ヶ崎店とかはもう10年以上やってるから、うん、もうチャーハンとかパラッパラなのよ。天津飯とか半熟でトロトロだし。天津飯って私どんな料理か未だによく理解ができないですけど、あれ卵ですか？卵ですよ。学んだ。あ、でここからが本題なんだけど、うん、やっぱ来週食？あ、いやいやいや。あと鍋を振る試験っていうのがあるらしくて、王将では。料理するってことですか？はい。洗い場に立つためにも、うん、ね、洗い場から、うん、鍋を振るところに立つためにも、試験をパスしなきゃ、鍋を振ることができないの。へぇ、そうなの？そうなんです。厳しいね。厳しいでしょ。あ、じゃあ、アルバイトで、あ、じゃあ、明日からよろしくお願いしますっていう人がいきなり、シャーってやってるわけじゃないんだ。いきなりできないじゃん。そんなの。無茶ぶりにも程があるでしょ、そんなの。でも、そういうレベルって言ったら失礼かもしれないけど、そういう感じなのかなって、して、全国チェーン店だし。
いや、ちゃんと試験受けてこて、鍋をこうバー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 って振って、うん、ね、そのポーク動き卑猥だったけど、卑猥だった、ごめん、腰が動いちゃうから、ね、その動き、やっぱ来週にしとく、ぜひぜひ、その試験があって、それをパスして、うん、初めてチャーハン作るわけですよ。なるほど、初めて腰が触れると、違った、すいません、じゃあまた来週、といったところで、ポクポクお開き。みっくんのつぶやき。昨日の夜に寝ようと思ったら、目の前に使用済みのティッシュが落ちてたんだよ。なんか得体の知れない匂いがした。あたーす。こないだ耳掃除をしながら鏡をちらっと見たんだよ。俺、アヘ顔になってた。あたーす。この間銭湯に行ってさ、湯船に浸かってたらお父さんに連れられて小さい女の子が入ってきたよ。俺近くにタオルがなくて湯船から出られなくなっちゃった。あざーす。なんか今こうやって乗られてるけどさ、これお金払ったプレイじゃないんだよ。あざーす。